さすがのチャンスカード、まさかの予期せぬチャンスカードです。チャンスカード、まあ一応ね、二塁には出ているので、ここで1打いい感じのが出れば早くも得点ですけれども、さあチャンスカード何を引くのか。さあこれはランダムになっている、何が出るのか。おっと、一回待ちます。さあ仕切り直して、引いた。え、これはあれは何ですか。出てしまいました。さあただいま引いたチャンスカードですが、女子のハートにホームランでございます。これから出題するあるシチュエーションに対し、バットを振りながらアドリブで男前セリフを叫んでもらいます。うちのキャプテンが一番得意とするところのやつだ。これは勝ちました。さあそのセリフが女子のハートにどれが刺さったかですね、マネージャー4人の判定によって進塁先が決定します。さあマネージャー陣がですね、ホームランと思ったら大きく丸してください、アウトと思ったら×で判定してください。シビアですね。遠慮なく言わなきゃダメだぞ。早くは公平にお願いしますね。その結果、丸の数が1人だった場合はヒット、2人だったら2ベース、3人だったら3ベース、全員が丸だったらホームランでございます。さあそれでは出題するお題はこちら。甲子園で完全試合を達成したピッチャーが試合後、自宅で待つ恋人に放った男前ゼリフとは。さあ思いっきりバットを振りながら男前ゼリフ、よろしくお願いします。このまま夜も完全試合だ。さあマネージャーの皆さん判定をお願いします。え、さあ困っている困っている、おかしいよ。出ました4人丸、ちょっと4人丸、これはおっと、ちょっと待ってくれ、おやおやおや、ちょっとおっと、おっとおっとおっと、これはまさかのランドーだ。さあおっと、危ない危ない、マネージャーさん避難しております。最後の怪我がないよね、怪我がないように、安全に安全に、適度に盛り上がってくださいね。考えられてますね。ね、はい、ありがとうございました。さあ、怪我なく乱闘が済んでよかったですね。はい、ここまで全て段取り通りでございます。あれ、誰か倒れてますよ。おやおやおや、どうでしょうか。誰か倒れてますよ。ほら、おっと、若干おフラグラ、大丈夫か、フラグラしてるか、大丈夫か、足取りが怪しい。さあみんなもう定位置に戻ってるのに、波川さんだけがフラフラと怒ってますね。怒ってますね。いやいや、波さん早く元に戻ってください、はい、何か吠えてますよ、でも前から何か何も聞きませんね、ただでさえ声の小さい役ですからね。誰にも届かない声でございます、さあ